こんにちは。シアレスの真美子と荒川です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はちょっともう見えてると思うんですけど、特注カラーのホイールが入ってきたんでご紹介直していきます。はい、こちらまずまあこのこっちのホイールからいきましょうか。はい、はい、これが SX の EM18 インチになります。はい、で元のカラーはブラックマシニングっていうカラーになってて、ここ今レッドになってる部分、本当はこの SX のロゴと同じ感じでシルバーで彫られているんですけど、はい、そこに今回これレッドクリアの塗装をさせていただきました。めっちゃかっこいいですね。めちゃめちゃかっこいいですこれ。ねえ、本当にかっこいい。そうなんですよ。でタイヤがグッドイヤーさんの LS エグゼ。おお、いいタイヤですね。サイズが225の4518ですね。ほんならこれあれですね、3インチローダウンしてる車とかめっちゃかっこよくなりそうですね。めちゃめちゃ締まり締まると思います。で、もう一個、まあこの車の、あ、ごめんなさい、このタイヤのセットがノーマルフェンダーサイズになってるんで、はい、オーバーフェンダーとなしでこのまま取り付けができます。これがまず1セット目ね。はい、これまず1セット目、はい、で、こちら2セット目です。はい、詳細は全て同じです。タイヤとかも、はい、全て同じなんですけど、ここ見てください、ブルークリアで塗装してあります。めっちゃ綺麗な色っすよね、このね。そうですね、このブルークリア結構僕初めて見たんですけど、めちゃめちゃいい色出てるんで、ね、結構これもありかなとは思いますね。はい、はい、まあ、この赤とはまあまあここの色だけが変わったっていう。そうですね、ここの色が変わっただけなんで、それが全て一緒です。はい、はい、で3セット目、はい、はい、またまたこちらも全く同じなんですけど、ここのカラーの部分がこちらゴールドクリアになってます。めっちゃ高級感出ますね。これめちゃめちゃ高級感出ます。なんか中にはホイールを例えば黒にして、はい、2ピースシェルナットとかをこうワンポイントで色入れてるお客様とかもいてるんですけど、それがね、そこでちょっと待ってください。はい、これ使ってください。これちょっと使いますね。例えばまず1本目のレッド、はい、これ2ピースシェルナットレッドここにつけてもらうとちょっと見えにくいんですけど、だいぶ統一感っていうのが出るんで、かっこいいじゃないですか。めちゃめちゃかっこいいです。結構この色の差っていうのも全然ないんで、はい、これも一ついいアイテムかなと。おで青だったらこのまま同じ感じで青もつけていただけるという。おしゃれになりますね。そうですね、足回りだけで色がこんだけあればね、だいぶ、まあ、もちろんゴールドもちょっと一応見せておきますね。はい、ゴールドでこんな感じですね。まあこれあれですね、キャリパーカバーをゴールドつけるとかでもいいかもしれんし、そのね、ナットをつけるのもこの色に合わせて、ホイールの色に合わせて2ピースシェルナットであったりキャリパーカバーっていうのをつけるのも一つまたいいカスタムじゃないかなと思いますね。これはでも、いやこれ流行りますよ、これは絶対に。めっちゃかっこいいです。めちゃめちゃいいです。ちなみに、はい、この値段ってなんぼなんですか。これ3セットとも20万円、消費税込みになります。税込み20万。はい、そうですね。あ、そうなんですね。税込み20万円になります。おー、はい、でこうやって特注で作ってね。そうですね、だいぶ20万円と。でね、これいつもと同じなんですけど、はい、こちらのホイール側のホイールになりますので、はい、店頭でご購入いただいたお客様に限りこちら取り付け工賃は無料でやらせていただきます。はい、サービスでやらせていただきます、はい、でシークレットセール、まあ、ネットでの購入の場合は送料無料とさせていただきますので、はい、はい、そちらの方またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。